こんにちは森徹子ですそれでは山崎先生よろしくお願いします山崎幸太郎ですこんにちは、えー、今日はですね、えー、文化人放送局と、ね、トラノモニュースっていう youtube 番組があるんですけどこれに出てる人たちの、えー、話してることがお面白いっていうか まあ興味深いので、ちょっとそこ,そこら辺を取り上げてみたいと思うんです。えー、この安倍国葬問題が起こって、それ以後ですね、この,この一帯が、この、えーまあ、一派がですね、えー、安倍運用立派がですね、ちょっとね、怪しいというか、ちょっと賃貸気味なんですよね。それでまあ、僕は興味本位で覗き見してるんですけれども、どうもこの、えー、と人たちに、 元気がないというより、まあ、まあ、追い詰められてるんだと思うんですけど、だから、えー、言ってることにね、結構あんまり説得力がないんですよ。で、この人たちはね、いつも、もう僕がいつも繰り返すんですけど、あの人の、ね、悪口は散々言ってるんですよ。で、あの、えー、結構、誹謗中傷に近いね批判を繰り返してるんです。ところががね自分たちが 今度は自分たちが矢面に立って批判される側に回るとどうするかっていうと「いや批判っていうのはよくないです」「誹謗中傷はよくないです」ってさ「でなんかそのデモはよくないです」とかさ「なんか,なんか庶民道徳」みたいなさ「田舎のじいさんばあさんが言いそうなさ道徳」「親父の小言」みたいなことを言い出すんですよ。なんで今までさ散々さ「その野党野党系」とか「あのそのそなんだ えー、リベラル系を批判してたくせに、厳しく批判したつもりになってたくせに、自分たちが批判される、統一教会問題あるじゃないですか。あなたたちの,その資金源はどこから出てるんだと、統一教会じゃないのとかなんとかっていうことがみんなささやかれてるわけでしょ、今。それからさ国葬問題に関しても、えー、国葬に6対4ぐらいの割合で反対派が多いって言ってるわけでしょ。ところがあの、えー、安倍国葬儀が行われて、 で、来た人たちの、1万人か2万人かいたとかと。でデモ隊は 1>, えー、1万人とか言われてるけどいや300人だ500人だとか言って人数のレベルで明らかにその安倍追悼グループの方が圧倒的な量かあのか、えー、数が多かったよって言って自己満足してるわけでしょ別にど,どうでもいい反対派がそんなにたくさん集まるっていうこと自体がおかしいじゃないですかだからあの世界中にあの,、えー、との,その日本は国内分裂を、えー、国内議論が分裂して えー、安倍国葬は、まあ、失敗だったか成功だったかって失敗だったとっいうような感じで世界中に伝わってるわけでしょそれを無理やりさ安倍国葬は素晴らしかった素晴らしかったと言いたいがために、えー、いやデモ隊の数は少なかったと。いやそれでしかも今度はデモ隊はああいう国葬の場所国葬とか葬式の場所でデモ隊が来て騒ぐっていうのがおかしいとかさみんなで黙ってさ静かに見送るあ送るべきだとかさ。 それはそうですよ。それはそこの隣県にはおじさんおばさんたちが言うことじゃないですか。反対派がいるって言ったことは、反対がいるっていうことは、いいこといいこと,とは言わないけど、反対がいるっていうことは当然じゃないですか。賛成する人がいると、反対する人もいるんですよ。それを反対する人たちはけしからん。あいつら被告人だとかっていうのは議論してるわけでしょ。 で今度は自分たちが批判するときにはさ、お前ら、本 <laughs> 当もう、あること、願い事取り出してきて、批判するわけでしょ。それはいいことだ。僕はね、批判とかね、議論したりね、えー、罵倒したり、こういうことを、論争したり、そういうことを繰り返すことは非常にいいことだと思ってるんですよ。それがなくなってる時代のが今の時代で。 みんながさ黙って、黙っていればいいっていうことを言うわけでしょ。それ時々反対する人がいたりするその人に世間のあ目がいっちゃって、みんなで罵倒して削り下ろすわけでしょ。僕はそれは良くないと思いますよ。反対する人がいるから、あのあ国,国全体の力っていうものも盛り上がっていくんですよ。もう,もう僕は前から何回も言ってるけど、あの日本が行動、政治を成長する頃はですね、反対派が。 半半分分ぐらいいいい反対派がたたんんでですすよ。よ。以上いたかもしれないんですよそれでも自民党を中心とした保守政治がですね、苦し紛れに頑張ったわけですよ。それが高度成長なんですよ。高度成長をやってた裏にはですね、あのー、左翼学生運動っていうのが、今ではあの、えー、極左暴力集団とかって言われてますけどね、ああいう人たちが中にいてね、激しい運動をやってたわけですよ、反対運動を。 それでそそのそれに対してですよ、自民党の政治家たちはいや、それでも我々はおだや静かにですよ、保守政治を守って国を成長させていくんだっていう気概があったわけですよ。今はさ、その左翼リベラルそういうものに対して、もう警察権力を使ったり、いろんなところ、でマスコミを使ったりつ、もう叩き潰さなくちゃいけないというわけでしょ。 叩き潰して、誰もいなくなったところで、のらりくらりとあの、この文化人放送局とかさ、虎ノ門ニュースあたりが、い、え、や、ー、いや、我が家の波動を謳歌してきたわけじゃないですか。さて、山上哲也っていう、えー、テロリストに銃殺されて、それ以後、問題が吹き出してきたわけでしょ。なんで噴き出してきたかって、今まで抑えられてたんですよ。あの安倍さんは、安倍晋三さんは、その自分がね、あの権力を握ってる時には、 警察とか検察とかそういうものを抑えることができたっていう、できるからいろやってほしいと、例えばこの前あの、えーま、今、捕まって話題になっているオリンピック汚職問題の高橋、と何でしたっけ、高橋治之だっけ、高橋治之っていう元電通の理事、えー、専務かなんかしてたオリンピック競技会かなんかの、えー、理事は、自分はやりたくなかったと、最初は、もう、えー、今78か9ですよね。 もうこの75を過ぎてからね、えー、そのオリンピックがどうのこうのとか、誘致がどうのこうのということをやると、いろいろそのトラブルが出てくるから、あのー、警察捕まるっていう、こと大体いいオリンピックをや,あやった人たちでほとんど捕まってると、その責任者は。危ない要するにオリンピックをね誘致して実行するためには、やっぱり結構危ないことをやらないとだきできないということでしょ。僕はねあのー 汚職が悪かったとは思うけど、あんまりね、例えば高橋春春雪をのような人をですね、とっちめることに対しては、すごい賛,あの賛成ではないです反対ですどちらかというと。ああいう人たちは犠牲者ですからね、ああいう人たちを裏,裏のダーティーバークをやらさられてるんですよ、彼らは。だって金はいくら儲かったって、警察に捕まって、刑務所にぶち込まれて10年ぐらい刑務所に入ってたら、もう。 刑務所の中で死んじゃうでしょ老後を静かに送りたいと思ってる人がいっぱいいるに決まってる、いっぱいいるっていうか、普通の人は警察に捕まるぐらいのような仕事はしたくないでしょ高橋さんっていう人もそうだったと思うんですよ。ところがですよ、安倍さんがこっそり囁くわけですよ。大丈夫だよ。俺がいるから大丈夫だよ。逮捕させるようなことは絶対させないとかえ。ということはどういうことですか 安倍さんが警察権力とか、検察とかそういうところに自分の力、政治権力を使って、蓋をするっていうことができるっていうことですよ。だからあの、そなんだっけ、えー、なんとか、のうん家計学園と何でしたっけ、あの山なんとか。森家計学園。森友ですよ、森友。家計学園森友学園。 あ森友学園と家計学園とか。はいはい。それからあれでしょ、あのー、桜を見る会でしょ。もうその一連の不祥事件は必ず何かあるわけでしょ。い何もなかったとかは言えないじゃん。いや、それはあれが刑事事件になるかどうかはまた別として、ただ、あのー、森友学園の。 籠、えー、池さんという人たちは夫婦して捕まって1年か2年刑務所にぶち込まれたわけでしょ今、あのー、すごい安倍攻撃をやってるみたいですけどでもそういうことはやりたくないからみんなえ、あのー、危ない仕事はやりたくないと思ってるところに安倍さんがやってもらいたいって言って頭下げていったわけでしょそってこれ繰り返してるじゃん。ところがさ、あのー、この虎ノ門ニュースとかさあ文化人放送局みたいなさ 安倍シン系の YouTube っていうの番組を作ってる結構大々的に作ってやってるわけですよこの,この人たちのね裏にいる資金源とかねサポートしてる連中っていうのはね一体何者かっていうことが問題なんですよこれは統一教会と関係ないんですか全く関係ないとも言えないんじゃないですかだから彼らは統一教会のことを議論したくないし統一教会を批判することもできないしえあなたたちは散々さ 韓国が嫌だからさ、韓国帰れとか、韓国けん、円漢っていうの円漢論とかさ、喧嘩論とかさ、悪漢論とかさ、訳けわからないことを散々言ってた,たわけでしょいや、僕も別に韓国が好きでも嫌い,あ嫌い、好きではないですよ。どちらかというと嫌いな方ですから、別にそれは構わないんだけど、そう言ってた割に、安倍さんは裏で何やってたんですか統一教会は、韓国を発祥のもととする新興宗教だったわけでしょしかも 新興、えーえーえー、統一教会というのは、韓国がアダムで、日本列島、日本国民はエヴァだとかなんとか言ってさ、日本国民はエヴァとしてアダムに奉仕するべきだと。で、日本女性たちが韓国に、えー、大量に渡って、韓国人の男たちと結婚させられてるわけですよ。それが統一教会の裏のあ構造ですよ。それに対して えー、安倍さんのおじいさんであるにあたる岸信介あたりが強力にバックアップして応援してたわけでしょ。なぜじゃあ、統一教会がに岸信介、それからお父さんである、えっと、なんだ、えー、安倍晋太郎がすごい協力して、選挙とかそういうところで助けてもらったかっていうと、バックには、その統一教会のバックには、アメリカの CIA がいるわけでしょ。 だからね、今、の文化人放送局と虎ノ門ニュースとかで出てくる人たちは、絶対にアメリカの悪口は言わないんですよ。韓国の悪口は表面的には言ってるけど、実際はあの安倍さんを,中安倍さんを中あ軸として、システムになってるわけじゃん。でも、あの統一教会のバックには CIA がいる,いるんです。これははっきりしてるじゃないですか。NHK 等のさ、黒川義,義久でしたっけ 幹事長が NHK のテレビに出て、安倍さんのうちは3代前から、おじいさんの代から3代にわたって C と、CIA の友達だとかなんとかっていうことを暴露したんで、ね、す。それを見ていたかどうか分かりませんけれども、山上徹也が安倍さんに攻撃の矛先を向けたわけでしょ。で、こういうとね、とあ山上徹也のお母さんが一家破産に追い込まれ、えー、1億円ぐらいの献金して一家破産に追い込まれたのは、 もう2、30年前の話だよと。それはあの時効、時効になって、まあ時効とか言わないけど、なんていうのもうかなり昔の話だから、それを持ち出してもしょうがないというようなことでいいでしょということはね、いや、山上哲也も本当はそうかもしれないですよ。あれからもう2、30年経ってるわけだから。とすれば、今、今、怒りが沸騰したことは、どこに怒りが沸騰したかっていうと、そのお母さんが献金問題を起こして、えー、怒りを持ってたわけでしょそれが 安倍さんに向かったということは、安倍さんと、えー、統一教会と CIA とつながりのことが、最近のマスコミにもどんどん暴露されたわけでしょ、地上波テレビからも。それは、えー、やるかもしれないですよね。だから、そういうことについては、この文化人放送局とかね、この虎ノ門ニュースというのは全く触れないんですよ。と触れると、そういう問題を取りあ議論しようとすると、めちゃくちゃに誹謗中傷を繰り返して引きずり下ろそうとするわけですよ。 今、彼らはあのその、えー、と統一教会問題と、それが国葬問題とか、安倍さんの国葬ですね、あれ、国葬だって国民の半分以上反対してるわけですよ。賛対したわけでしょそれでも強行したわけで。大成功だった、大成功だったって言って、えーえー、彼らはあのー、喜びさんで言って話してますけど、なんか寂しそうな話ですよね。という,ということでねちょ、ちょっとね、この。 メンバーがどういう人たちがいるか、ちょっと再確認しておきますね。虎のモニュースはね、司会者がね、これは小島って小島一平というのかななんか、伊島一平かなこの人が司会者でして、有本変わるとかね、武田恒康とかね、百田直樹とか、それから正論かなんかの編集長して、滝田真紀子とか、大高美樹とか、どうでもいい連中ですよね。はっきり言って、この人は、あのー、言論人と、ジャーナリストとか、言論人とか名乗ってますけどね。 もまともに一人立ちできているジャーナリストなんか一人もいませんよ。それになんか長谷川紅葉とか東京新聞のなんか記者がいますね、高橋陽一とか、まあ、須田真一郎とか、まあまあまあ、大体名前を出すとねあ、そのレベルが分かりますよ。文化人放送局の場合は誰かって、あの加藤清隆っていう変なおっさんが司会をしてますね。とんでもないことばっかり言ってますけどね、自分ではとんでもないことを言ってるっていうことは分かってないんですよ。立派なことを言ってるつもりなんで。 それってあの産経新聞の系列のアビル・ルイト安倍さんの本を書いてもうごまする野郎ですね、この連中も。角田隆将とかさ、口ばっかりでかいやつ。えー、長尾隆ってあの落選議員がいますね。それからあのもう僕がね、うんは、名前も出したくない渡辺哲也ってなんかなんかかなんか知らないけどわけのわからない男がいるんですよ。 この渡辺哲也ってね、マルクスの話をするとね、マルクスに関する研究とかって言ってね、マルクスがね、あの女たらしだったとか、なんとか生活破綻者だったとかね、そんなことばっかり言って、いや、マルクスはだめだよとかなんとか言って、お前はマルクスの魔、ま、の字も読んでねえじゃないか、この野郎と思うんですけどね。えー、香港とかね、山口のり山口紀之はね、彼最近ね、 鋭いこと言ってるるる参考になるからおおおお興味あるんですでもこの人だってさ、安倍さんに助けられた人でしょ、多分だからこういう人たちをね、それから黒いネクタイの産経新聞、元産経新聞で今千、千葉千千葉葉商科大工業大学、どっかの教授かなんかしてるさ、黒いネクタイのおっさんがいますよね。い安倍さんが生きてたときは、こういう人、連中はねお、でかい顔してましたよ、すごい強気強気で。 じゃあこれからね、安倍さんがいなくなって、今ネット漁クとかね、ネット漁とかね、安倍ともとかっていうのがね、独り立ちしなくちゃいけないときですよ。じゃあ頑張ってくださいと。独り立ちして頑張ってくださいというわけで、あまあ、こういう人たち、虎ノ門ニュースと、えー、文化人放送局はそろそろおしまいかなと。また頑張るんだったら頑張ってくださいよ。というわけで、今日はこれで終わりです。ありがとうございました。 ご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。